お客様、どうもこんにちは、かずやです。本日の晩ご飯は、じゃん！焼きそば弁当、北海道限定のたらこ味でございます。これ、焼きそば弁当って、まあね、北海道でしか売ってないカップ焼きそばでございます。バター風味、ちょっと美味しそうだったんで買ってみました。で、これ、焼きそば弁当の特徴は何と言っても、スープ付きなんですよ。まあ、普通、カップ焼きそばって、お湯を、まあ、ジャーって捨てますけど、そのお湯を、もうカップに注いで、粉末のもう、これ入れてるんで、ここに、このお湯を入れれば、スープができちゃうんですよ。これ、一食でスープと焼きそばの二つの味が楽しめるという素晴らしい製品になってます。まあ、むしろこのシステムって全ての焼きそばに採用してほしいですよね。全部入れちゃったな。これ全部入れちゃうとね、薄くなっちゃうんですよ。これ失敗したかも。ちょっとスープ先にいただきます。うん。いや、大丈夫、大丈夫。うん、美味しい、美味しい。で、まあ、ただこのスープに関しては正直おまけなんで、スープめちゃくちゃうめえって感じではないんですよ。まあまあ、でも普通に美味しいかな、みたいな感じですね。で、今回のこの焼きそば弁当は、なんか粉末のソースと特製油っていう二つの調味料が付属してました。で、これもかけます。油分。あ、さらにこれ、ふりかけもついてますね。こんな感じです。お、たらこのいい匂い、バターの香りがします。はい、来ました。では、いただきたいと思います。うん、これはうまいわ。まず、味がね、結構濃いですね。でバターの風味がね、本当にすごいするんですよ。たらこの味もしっかりとして、油分がちゃんとついてるんで、ジューシー感がしっかりあるんですよね。うん。これはうまいわ。僕、通常味の焼きそば弁当、あんま好きじゃないんですよ、正直。でこれは普通に美味しい。しかもソースもついてますから。でこのスープは、全種類、通常のと同じですね。うん。まあ、コンソメスープ。まあ、安っぽい味のコンソメスープって感じですね。うん。まあ、美味しいですね。はい。ということで、今回は北海道限定のたらこ味バター風味の焼きそば弁当でございました。北海道に来た方はぜひ買ってみてください。残りはゆっくりと食べようと思います。